ギンギンの銀次さん。ラオイナ。優勝するのはこの俺だ。Like。はいどうも、Like と申します。今回はですね、まあ、前回でもだいぶ前なんですけども、現環境最強のね先発ピッチャーのランキングっていう動画を出したんですけども、それがね結構好評だったんで。あとねコメントでも中継ぎ編の追加いつですかっていうねコメント結構あったので、今回はね中継ぎ編でねやっていきたいと思います。まあ、ちなみになんですけども、本来は先発適正だけど中継ぎもできる、例えばシンダルさんみたいな、そういうのは脳幹にしてるんで、そこはちょっとお願いします。第94位シコースキー選手。まあ、というね冗談はさておき、まあねベスト10から今回もやっていきたいと思います。ただねこれ個人の主観なんで、まあ、人によってね意見結構あると思うんで、まあ、そこら辺はね寛容にお願いします。あ、一つ言い忘れたんですけど、これは大会ルールでの順位となっています。第10位高梨選手。これね意外って思われるかもしれませんが、高梨選手、タイピンチが出ればプロスピ史上唯一のスライダー級の持ち主で、まあ、シンプルに変化量めちゃくちゃでかいんですよ。まあ、そんなね大きいスライダーに加えて反対方向に早く小さく曲がる高速シュート、あとね、まあ、一応軌道がちょっと打ちにくくなるようなスクリュー、そしてね、まあ、ストレートも厄介で、特に左バッターではかなり打ちにくい印象がありますね。それに加えて結構外角が飛ばなくなったアップデートによって結構スライダーって飛びにくくなったんで、それも影響して今回は10位にランクインしました。第9位中川選手。まあね、中川さんね個人的になんか使ってる人めっちゃ多いイメージがあるんですけど、まあ基本的にピンチが出たらとても大きいスラーブ、そしてツーシームも大きいですし、ドロップカーブも何気に打ちにくい、そしてなんといってもコントロール持ちでシリーズ2から再度強くなりました。やはりすごくビタビタのところにツーシーム、スラーブ、ドロップカーブ、それ不意のストレート、それを出し入れしたらねなかなか打ちにくいと思いますね。まあただねすごくトップ層になってくると結構中川選手をねボコボコにする方増えてるイメージなんで、モサに使うイメージはあんまないかな。第8位堀江投手。いやね堀江選手ねシリーズ2からツーシームが大きくなって、ピンチが出ればかなり打ちにくいピッチャーになりました。ただね堀江選手の欠点といたしましては、ピンチが出るか出ないかでかなり性能にね大きな差が出てしまうっていう感じですね。あと制球もあまり高くはないので、できる限りねそのベストピッチを決めて出し入れをしたいという感じのピッチャーになりますね。ただ繰り返しになるんですけども、ピンチが発動すればかなり打ちにくい印象があります。第7位モイネロ選手。モイネロ選手はねもうシンプルに変化量でゴリ押すタイプね。まあ、その変化量大きいのに加えて球速も速いんで、シンプルにもうポテンシャルだけで抑えるっていう感じのピッチャーですね。もともとはもうかなりもう中継ぎでもトップクラスに強かったんですけど、さすがにちょっとモイネロ選手をね使う方々が増えまして、結構ね打たれ始めたかなっていう印象があります。まあ、ただね超高スクール変化量がとても大きい球種、なかなかねカーソル追いつきにくいので、まあ、特にサークルチェンジなんかは未だにね被打率は少ないかなと思っています。第6位 B ランクの長川選手。これねかなり意外だと思うんですけども、 B ランクの長川選手って使う方が全然いなくって、ふうに出てきたらなんか打てないんですよ。なぜかっていうと、フォークの回転が逆になっていて、通常2種フォークを持っているピッチャーは回転する方が落ちる方で、回転しない方が落ちない方、要は第一球種が大きいフォーク、第二球種が小さいフォークっていうパターンなんですけども、長川選手はなぜか第一球種が小さいフォークで第二球種が大きいフォークなんですよ。それに加えて長川選手の B ランクはフォークの球威が低いがために、なんかねパームみたいなあのぬるっと落ちるんですよ。それが結構気持ち悪くて、なんかね芯から外れやすいっていう、もうなんで強いんだろうって言ったら分かんないんですけど、とりあえず打ちにくいんですよ。というわけで B ランク長川選手6位にしました。第5位ギャレット選手。これはねちょっとねそろそろピンチが出なくても強いピッチャーっていうところを着目しまして、やはりねピンチが出なかったら強いピッチャー、まあ後々発表するあのピッチャーを除きましては、やはりギャレット選手が安定しているかなってイメージですね。球速速いですし、ツーシームスプリット、あと大きいナックルカーブやカットボールもねなかなか使いやすいかなっていうイメージがありますね。
まあ、ギャレット選手は今後排出される可能性がかなり低いので、まあ皆さん持ってない方は、どまい。第4位、沢村選手。沢村さんね、すごく強くなりました。現役の頃ももちろん皆さん知ってると思うんですけども、沢村さんね、かつてね、超大ピンチが出た年あったんですけども、その現役で実装されている時は、超大ピンがある時はツーシームが E だったりフォークが4だったりと、逆にスプリットが6の時は超大ピンじゃないとかいろいろあったんですけども、ワールドスターバージョンでは超大ピンのスプリット6でツーシームを D というね、過去最高の組み合わせが実装されたって感じですね。スプリットの6はもう実際フォークだからね、落ちすぎ。第3位、赤堀さん。いや、個人的にね、これかなり迷ったんですけど、自分は赤堀さんはちょっと3位かな。なんでかっていうと、まあうまくハマればかなり強い、もう猛者でも全然打てないピッチャーになるんですけども、逆に言えばね、運が悪かったら結構ボコボコにされることもあるんですよ。まあムービングファストって皆さんもご存知の通り、どこに曲がるか分かんなくて、まあ、バッターから見ても、まあ、見極めることはほぼ不可能って言っても過言ではないかなと思います。まあ逆に見極めようと思ったら、あ、こっち曲がったっていう頃にはもうミットに収まってるんで、まあ見極めて打つのはほぼ不可能って言っても過言ではないです。じゃあなんで3位なのか。運だからですね。やっぱりね、ポテンシャルだけでは抑えれない場面何度かありますね。そういうことで、バッターがたまたま振ったら、たまたまね、狙ってこうに来ちゃった、それからホームランとか、あと芯は外してんだけど実際なんかポテンを打たれるとか結構あるんですよ。そこら辺のイメージから、赤堀さんはね、ちょっと1位にするにはちょっとなーって感じがしましたね。第2位、宮西さん。いや、宮西さんはね、もう昔からずっと強いですね。もうリアタイ実装当初、まあ最初はスラカット時代だったんですけども、もうそれからね、ずっとずっとね、中継ぎのね、最強クラスに君臨していますね。まあ特に宮西さんね、最近なんかね、ちょっと打たれ始めたっていうこともあるかもしんないんですけど、今回のシリーズ2から、スクリューがね、高さによって変わるようになったので、それが結構打ちにくいかなって感じですね。やっぱ皆さんね、やっぱどこでも落ちるスクリューって、まあシンカーだったかな、それに慣れてしまっているので、今はかなり打ちにくいかなと思います。まあそれに加えて、小さいスラーブと大きいスラーブの投げ分け、そしてまあタイピンチ、まあ超タイピンチですね。それはもういつでも強いかなっていう感じですね。第1位、藤川さん。まあこれは今のところ、まあ、現環境でやっぱり藤川さんが最強になるんじゃないかなと思いますね。やはりプロスペース初めての浮くストレート、まああれですよ、リアル軌道は除いてなんですけども、その浮くストレートが、それこそ超高速とか乱戦とか、そのルールで投げれるっていう時点でかなり強いですね。まあそれに加えてツーシームもしっかり持っていて、その浮くストレートが生きると、さらにそのスプリットが なんか2種になってて、それもそれで打ちにくくなってしまったと。まあ冬のカーブも使うことはあるんですけども、やはり基本はストレート、ツーシームと2種スプリットで抑えるって感じですね。まあ藤川さんはしばらくずっと強いままなんじゃないかな。まあランキングはこんな感じですかね。まあ皆さん結構ね、意見とかあると思いますけど、これをね、まあ一つの参考資料としてね、皆さんが認識してくだされば嬉しいと思います。それじゃあ次の動画で会いましょう。グッバイ。